坪井俊としきは、兵庫県西脇市出身の元プロ野球選手。左投げ左だ。筑波大学の出身で、2012年に現役を引退してから、大学院の人間総合科学研究科で修士の学位を取得。2015年の修了後は、仙台大学で、公式野球部のコーチと体育学部の講師を務めている。小学4年時から内野手として、 南式野球を始めると、西脇市立西脇南中学校への在学中に、所属していた南式野球部では内野試験投手としてプレー同校からの卒業後に進学した兵庫県立社高等学校では、2年時の夏までエースの座にあった。周期大会の途中から調子を崩した影響で、一学年下の大前雄介にエースの座を奪われてしまうが、翌年には、 背番号一1で第76回選抜高等学校野球大会に出場。実際には大前がエース格で先発していたものの、勝負どころの救援当番で高等したことによって、甲子園球場の全国大会初出場のチームを準決勝にまで導いた。筑波大学への進学後は、公式野球部と体育専門学軍に所属。体育専門学群では、 教職家庭も履修していた。公式野球部では、一年次の春から、首都大学野球のリーグ戦に登板。AS として望んだ二年次の周期リーグ戦では、8勝1敗、防御率1.29という好成績で MVP と、最優秀投手のタイトルを獲得したほか、ベストナインにも選ばれた。さらに、チームが、リーグ優勝を経て、関東地区代表決定戦では、 初戦先発で敗れるもこの年採用されていた敗者復活戦から勝ち上がって第2代表決定戦で完封し明治神宮大会にも出場した。同大会では第2球場での初戦先発するも敗退。在学中にはリーグ戦で通算68試合に登板。歴代4位の34勝、防御率2.09、350奪三振という 好成績を残すとともに、3年次以降も最優秀投手のタイトルを2度獲得。最後にこのタイトルを獲得した4年次の周期リーグ戦では、初登板からの6連勝を含めて7勝1敗、防御率1.99を記録した。在学中の同級生に、岩手県立大船渡高校の公式野球部監督として、佐々木明などを指導した国保陽平がいる。また、 大学3年時と4年時には、大学日本代表にも選出。3年時には、左手中指の爪の怪我で12月の強化合宿へ参加できず、合宿の前に開かれた、首都大学野球の周期リーグ戦でも一生にとどまった。しかし、4年時には7月の、世界大学野球選手権大会へ出場。 主に中継ぎで起用されながら、チェコスロバキア代表との対戦に先発で5回を1、ヒアンダ6奪三振1失点と高騰するなど、チームの銀メダル獲得に貢献した。2008年の NPB ドラフト会議で、千葉ロッテマリーンズから4巡目で指名。契約金4000万円、年俸1000万という条件で入団した。背番号は35で、 国立の筑波大学出身者としては7人目の NPB 選手にあたる。ちなみにドラフト会議の前にはロッテ以外にも阪神タイガースなど6球団から調査書が届いていた。本人は地元球団の阪神入りを熱望していて、阪神も会議の直前まで坪ぼいを3巡目で指名することを決めていたが、結局は指名を見送っている。2009年には、 イースタンリーグ公式戦で13試合に登板。3勝3敗ながら、防御率は5.64にまで達した。2010年には、イースタンリーグ公式戦15試合に登板。1勝2敗に終わった一方で、防御率を3.32にまで改善した。2011年には、イースタンリーグ公式戦で、自己最多の30試合に登板。3勝3敗。 防御率4.70という成績を残したものの、入団以来一軍公式戦での登板機会がないまま、10月9日に球団から戦力外通告を受けた。この通告を機に現役を引退。12月2日付で NPB から自由契約選手として公示された。現役引退後の2013年4月から出身校の筑波大学にある大学院人間。 総合科学研究会へ進学。プロ野球経験者による大学、高校野球の指導に必要な資格の回復に向けて、同年末に講習会を受講したところ、翌2014年3月6日付で、日本学生野球協会から資格回復の適正を認定されたことによって、同協会に加盟する大学、高校の公式野球部での指導が可能になった。このため、 2014年度には、筑波大学の公式野球部でコーチを務める傍ら、大学院生として、体育学の修士号を取得した。2015年1月に、仙台大学公式野球部のコーチへ就任。就任後に指導した選手には、熊原武人や馬場康介など、4年時の NPP ドラフト会議で、自身の大学生時代より、上位の指名を勝ち取った右投手がいる。 現在は体育学部の講師も兼務。筑波大学4年生の時点で身長 185cm、体重 70kg と細みながら最速 144km のストレートを軸に落差の大きなカーブやチェンジアップなどの多彩な変化球が駆使。左腕が遅れて出てくる投球フォームが特徴で大学時代の修正によって制球力とストレートの球速を伸ばしていた。 ありがとうございます。